はい、皆さんこんにちは。建築の大学教授で不動産投資家の三河です。三河こと原口秀明です。この本を使って構造力学の講義を進めています。構造力学が苦手な学生向けに1回1台ずつですね、1日1台ずつ、解くようにしています。なるべく分かりやすく、なるべく丁寧に、解き方を毎回しつこく説明しています。今回はですね、ラウンド40ラウンドのこれの問題です。門型ラーメンの、どの M 図が正しいかをまた別の形でやってみます。でこれはあの建築士の問題ですね。で、その前にですね、前回のちょっと補足しておきますと、前回は、このようなラーメンで、門型制定ラーメンで、こっちがピン、こっちがローラーで、で、これが正解だったんですけど、こことここが等しいという。L 型でこことここが等しい。まあ、こことここも両方ともゼロで等しいと。端っこですよ、端っこ。は、なぜかということで、まあ、説明したんですけども、一回、ちょっと分かりやすく言っておくと、このように L 型の部分だけ取り出してみるとですね、こう回そうとするこいつの力によるモーメントがこうかかって、で誇張孔に回そうとしますと、まあ、湾曲させようとするってことですね。こういうで右凸の湾曲なんでこういう感じになるんですけど、グラフはで、今度は梁を考えるとですね、こっちに回さないとこいつと釣り合わないってことですね。こう回ってしまうとこれがないとですね。なのでこっちに回すと、ここに外力かかってるけど、これここの手にかかってるんでモーメント持てないので、こっちですね、 こいつはモーメント持てないので、こっちから来るモーメントがないと釣り合わないということですね。いいですかね。こっちに回そうとする時計回りに対して反時計回りと、でこれをこうぐーっとこっちに、こういう L 字型をこうまっすぐにすると、まあ針になるんだけども、針でこういう下凸のものをこう曲げたと考えてもいいですよね。ここが固まってるということですね。で、この補足として説明しました。で、こっち側も、まあこっちも補足ですけど、こっちがゼロと、ここが滑るんで、横力が持たないので、こういう力は発生しないので、こう滑るので、ここはゼロと、この柱全部ゼロと、曲げはゼロと、で、要するに曲がろうとしないんですね。なんとなく分かりますよね。こうやって台があってこう滑っちゃうので、こういう曲がろうとする力ないんです。こう滑るので、曲がろうとする力はないですね。でここはゼロなので、こっちもゼロということですね。こっちがゼロでこっちがゼロでないとですね、回っちゃいますから、なんか両方ともゼロということです。L 型で考えるとそうです。だから門型ラーメンを、考えるときは、こことここは、両側一緒になるということです。柱と梁が同じになると。これは覚えておいてください。ということで今日のをやってみます。今日のはですね、こういう問題で、これもあの本持ってない人は動画を止めてですね、一旦止めて、考えてから動画を見てください、ね。そうしないと意味がないんで、この曲げモーメント図として正しいものはどれかですね。で、ここは 2L、ここ 2L と。で、こっちがピン、こっちがローラーで、よくある制定門型ラーメンですね。で、こっちに P がかかってて、こっちに P が。ちょっと P のかかり方が、外力が2つあると。若干複雑になってるので、曲げモーメント図もちょっと複雑と。さあ、どれでしょうかということで、さっきの知識を使うとですね、こっち側は、こう滑るので、こうやって滑るので、ローラーなので横に滑るので、横力受けないんですよね。そうすると、曲げモーメント、この柱0ということで、これとこれと、この3つのうちのどれかというのが分かるということですね。この3つのうちのどれかになりますね。まあ、で、ちゃんと解いてもらいます。ちゃんと真面目にコツコツ解くと。一発で解こうとしないで、ちゃんと真面目に解くと。バランスで解くのよってお姉ちゃんが言ってると。で、こうやって、例によって、反力を仮定しますね。反力を仮定して、もうちょっと大きくしますね。反力を仮定して、釣り合いを解くと。釣り合いの式を立てるということですね。で、HA 引く、右方向プラスとして、HA 引く P イコール0で、HA は P と、わかると。で、VA プラス BB が上方向で、下方向が P なので、VA プラス BB 引く P イコール0と。要するに VA プラス BB イコール P と。で、A 点における M、ここにおける M で、HA と VA はあのモーメントとして働かないんで、この点に働いちゃってるんで。スパナーになるのはこことここですね。なのでそれを計算するとですね、P×3L ですね。
ここに働いてるのと同じですね。ここに働いて、ここに腕があるのと同じことになります。こういう形だとですね。L 型だとここに、こういうスパナがあって、ここをしてるのと同じですね。ちょっとしつこく言っておきます。こういう L 型の形してここを押すのと、これまっすぐにしてここを押すの、同じ効果ですね。ということで、P×3L がこう時計方向でプラスと。で、こいつの P はですね、こう働くんで、ここ直角なので、ちょっと汚ねえな。ここ直角なので、ここが直角なので、P×2L が、半時計回りですね。だからマイナスと、マイナス P×2L ということです。この辺いいですよね。で、VB は今度、これも半時計回りなので、これが長さが 6L なんで、VB×6L のマイナスと、イコール0ですね。で、これで VB が、6L、L が全部消えて、6L 引く、これが PL になるんで、P になるんで、6分の 1P ですね。6分の 1P で上向きと。これが6分の 1P と。そうすると、これ足して P になるはずだから、こっちが6分の 5P と。わかるということですね。あ、こっちの式に代入してって考えてもいいですね。で、6分の 5P。横方向は P と。と、まあ、ここまで簡単に出ますね。ここまで簡単に出ると。で、次行きますね。次のページ行って、さっき右側の柱が0ですよっていうのをここに説明書いてありますんで、まあ本持ってない人はここをちょっと止めてですね、じっくり読んでみてください。動画を止めてじっくり読むということもやってくださいね。で、 B デザインに注目すると、支点 B はローラーなので水平の反力は受けませんと。水平の反力は受けないと。ローラーなので水平の反力は受けませんと。で、接点 D には左向きの P がかかっていると。もう、ローラーが滑るので、こっちに滑るので、これ、モーメントにならないんですよね。ここ、滑らなければこうなってモーメントになるんだけども、滑っちゃうので、モーメントにならないと。ということで、ローラーが滑るの支点 B には水平力が働かないと。まあ、当たり前なんだけど、で、BD 材には材に直行方向に力が働かず、要するにこっち方向、材に対してこっち方向に力が働かないと。こう滑ると。滑る。こっちに力が、のれんに腕押しで、こう押すとこっちに滑るということですね。で、止めるのは、ピンの方で止めると。横方向のずれを止めるのはこいつの役割ということですね。で、上方向にしか力が働いてないので、こう、直行方向には力が働かないので、M が0になると。こういう力がないんですよね。なので、こう、スパナーとすると、こういう力がないと。こういう力がない。あるいはこういう力がないと。いうことで0と、ずっと0なので、先端も0です。こういう力がないということですね。で、まあ、今曲げの話、曲げモメント図の話なんで、こうなると。ここ全部0ということですね。で、もう一回さっきの図を見るとですね、この中で正しいのは、これかこれかこれになるということですね。いいですかね。これかこれかこれになると。で、次、今度左側の柱について考えると、左側の柱で、ここの部分をちょん切って考えると、ここを切って考えると、もうちょっとでかくしますか。ここを切って、左側を切って考えると、この物体に対して働いている力はこれとこれとこれと、それからまあ先端がまあこう働いて、あとこういうのが働いていると。垂直。で、今考えているのは M ですね。M が、ここ。この点における M の釣り合いが0を考えると、こういう仮定した M、MX、X の地点で MX、引く、こっちにこう働いてると。ここの点を中心として、こういう力が働いてると。支点反力です。支点反力でこういう力、回そうとする力がマイナス PX と、こっち方向、半時計回りなのでマイナス PX。時計回りをプラスとしてますね、ここでの。そうするとですね、M が PX となるということです。M が PX。だから、X が離れるほど大きくなって、2L のとこで 2PL になると。ここに代入すると 2PL になると。で、さっきの図を見るとですね、2PL のものは、これとこれと、あ、これとこれですね。まあ、これ、この2つになってきますね。こっちもダメですね。PL だ、こっちもダメ。なので、これとこれに絞られてくると。で、これ、この、どっちが正しいかの決勝戦を、やるのに、どこが違うかっていうと、ここか。ここが違うんですね。
じゃあどっちが正しいかを考えるということですね。で、じゃあその前にこの右側の柱の、あ、ごめん、左側の柱のこの頂点の部分を考えて、ここが 2PL だとこっちは 2PL だよって、さっきあの L 型の場面で書いたやつね。それちょっともうちょっと単純化して書いてみました。これこうちょっと単純化するとこうなって、さっまあこれこの角にギリギリのところを切ったと考えてください。これギリギリじゃねえだろうって言うけど、まあ、分かりやすく L 型にしたんで、もう本当にギリギリのところを切ったと。そうするとここが 2PL と、さっき計算で出した 2PL、 そうするとこっちも 2PL になるはずですよね。そうしないとこれこっち回っちゃうじゃないですか。もう回らないってことはこう働いたらこういうふうに働いてるということで、両方とも 2PL になって、こっちがこう 2PL、 これ 2PL になるとしたらですね、こっち凸だからいいんだよね。こうなってこっちがこっち左凸になってますよね。そうすると、こっちもこういう感じで同じ 2PL になってるとはずですけども、どうなってるかっていうと、あ、両方とも 2PL、 こ針も 2PL になってて、これ両方とも正しいんで、これでまだ選択できないですね。どっちが正しいかですね。今汚くなってきたということで、ここを求めないとダメということですよね。ですかね。で、あの今の 2PL はもうちょい他のやり方で考えると、こうこれに水平に P が働いてて、ここの点のモーメントを考える場合、さっき釣り合いで考えたけど、こういうスパナーで考えて、こういうスパナーで考えてですね、こっち P とでブッと押すと、で長さがこの腕の長さが 2L と、一番頂点 2L なんで 2L と、そうすると P×2L で 2PL と出ると、まあ、簡単な直感的なやり方だとこういうこともできますね。で、さっきも言ったように同じように釣り合うんで、ここが 2PL だとここも 2PL になるということです。これ覚えちゃってください。ここがこうだとここがこうと、まあ、こっちがこうだとこっちがこうという感じになりますね。まあ、なんとなく覚えといてください、イメージで。で、で、まだ選べないんですよね。ここの点、E 点、ちょっと大きくします。ここの点のモーメントを求めないと正解にたどり着けません。ちょっと意地悪な問題で、これかこれかはまだ結論が出ないということで、ここちょん切ってですね、ちょん切って、こういうふうにちょん切って、P、6分の 5P はさっき釣り合いで求めましたと。で、ここを切って、ここの M、まあ、こう、下凸の M をこうして、下凸ですよね、これ。下凸、針は下凸をこうやっちゃった方が、まあ、矢印を決めちゃった方がいいかもしれないと。まあ、どっちでもいいんだけども、まあ、いいかもしれないということで、まあ、パターンで決めた人はこれ、下凸を、こっち方向を、下凸方向を常に矢印の仮定としてやってもいいです。で、これを ME とすると、ここの点でのモーメントの釣り合いを考える。ここの点での。そうするとですね、もうちょっと大きくして、まあこれ止めながらやってくださいね。僕だけ解いてても意味がないんで、ほとんど意味ないですね。僕はもう一級建築士昔受かってるんで、学生がそれをやってくれないと困るんですね。で、なんだっけ。こっち方向、時計回りを正として、M の釣り合い、ここの中心での釣り合いを求めると、ME がこっちなんで、マイナス ME です。こっち方向なんで、半時計回り。で、6分の 5×3L。これ直角ですよね。で、こう回そうとすると。こう、スパナがこう回そうとすると。いうことで、6分の 5P×3L と。これプラスですね。時計回り。で、P は半時計回りで、マイナス P×2L と。イコール0ですね。釣り合うと。ここの点で釣り合うと。L 型の先っぽで釣り合うとして、まあこれどこでやってもいいんですよ。ここでやってもいいし、ここでやってもいいし、どこでもいいんだけど、まあ普通はここでやりますかね。ここでね。ここで。切断したところで。で、これを解くと ME イコール2分の 1PL って出ると。これ、下凸なんで、その符号はそのまんまにしておくと。まあ、このモメント図の場合は符号っていうか、この大きさだけの問題になると思うんですけど、下凸なんで下に書くから、下凸なんで下に書くから、答えは2分の 1PL でこれですね。なのでこれが5番が答え、合ってるかな、合ってますね。5番が答えとなりますと。いいですかね。いいですか。で、もう一回復習すると、今やったことを復習すると、まず、この全体が動かないようにこの反力を求めると。反力を求めましたと。X 方向、Y 方向、M 方向で0を作って求めますと。これはもう3つなので、どうやったって求まります。で、次に、この左の柱の X の点
での、モーメントを求めると PX と出ると。なので 2L のとこでは 2PL になるということですね。 2PL で、右側の柱は横方向に力が働いてないので0と。なので 2PL と0と、 2PL と0と、 2PL と0と。で、この2つに限られてくるということですね。で、さらに、ここの部分、真ん中の部分が問題になってきて、ここの部分を PL か2分の 1PL かの最終決戦になるんだけども、こうちょん切って切ってやると、切って、ここの M と仮定してやると M が2分の 1PL と出ると。あるいはですね、あるいはですよ、あるいはこう映ってるかな、こうスパナーと考えて、こういうスパナーと、こういちいちこんな書くのバカみたいだけども、こうスパナーと考えて、これが6分の 5P のこっちが P で 2L、3L とですよね。で、こっち方向にこれかける、これ、だから6分の 5P かける 3L で、反対方向にこれかける、これマイナス P かける 2L イコール、これを解くと、こっち方向のモーメントが、このスパナのモーメントが出ると。要するにこういう方向の、ここのスパナがこうなっているということですね。で、釣り合いの式ではこっち方向のモーメントをこういうのを立てて、このスパナのモーメントと釣り合うとして立ててんだけど、まあスパナそのものだけでも、出ますよね。これで、求めることができますと。で、これで、2PL と、これが、2分の5PL 引く 2PL で2分の4だから2分の 1PL と。と求まると。あ、こう映ってなかったか。で、これでやってもいいんですよ。こっちが、こいつとこいつしかないんで力が。ここピンなんでね。ピンだから、モーメントの反力が受けないんで、こいつとこいつだけなんで、こいつとこいつによる、ここの点でのスパナのモーメントを求めてもいいし、さっき言ったように、まあ普通にオーソドックスなやり方で、これでやってもいいということですね。ここ切って、ここを M と仮定して、これこっち側のモーメントとこれが釣り合うとしてやってみる。まあ同じことやってるだけなんだけども、まあスパナを使うとちょっと直感的に分かりやすいかなと、僕が勝手に思ってやってるだけで、やってることは一緒ですね。やってることは一緒です。ということで、今回はこれ、あ、これじゃない、これですね。これだというのが分かりましたと。で、右側の柱は0ということですね。いいですかね。で、あと、ここが同じということです。ここのモーメントが同じという。で、ここのモーメントが同じということですね。はい。その辺は、覚えちゃった方がいいかなと思います。今回は、門型設定ラーメンの、ムーズで、正しいものはどれかという問題について、再度違う問題をやりました。役に立ったと思われる方、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、さよなら。